はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あるです。これもまた、しばらく録画するつもりはなかったんですけど、まあちょっと右上ご覧いただくと、なんか、虎からライオン、獅子から飛竜からなんか剛健っていうものになっちゃったんで、じゃあ、もっと強い人にね、ボコボコにされる様をせっかくだから撮っておこうかと思って撮ってます。はい、本当はさ、コードベロニカをやるつもりだったんだけど、なんか忘れちゃってて、なんか普通にブログ書いてたちょっと戦ったら商談試験があって、それにまあたまたまちょっと勝っちゃったんで、でね、ようやくだね、なんかようやくこのマーシャルローっていうキャラクターをね、使い方分かってきた感じですかね。はい、外すね、ここで外すね。まあ言ってもしょうがないんだけど、こんなとこでこの 1,2,3 でこんな動きがするんですよ。こういう動きをね1,2,3 で後ろ前って倒すとね、変な動きをするんだけど、 1,2,3 でさらに後ろ前に倒した後に前にやると、こんな動きをして、まあ、特殊なね、動きが出せるということで、まあ普段っていうか、まあ昔の R より、強力なコンボが出せるようになったはずなんですけど、それがまた対戦でうまくいくかは、まあ別の話なんですよね。こんな感じですよね。それでもなかなか、勝っちゃうのは、まあ、運がいいのか悪いのか、まあ欲張らないで普通にね、こんな感じで簡単なやつも入らないっていう、適当にやっていくのが一番ですよね。ガチ勢には申し訳ないけどはい、じゃあやっていこうか、ボコを去りに行こうか。ちなみに、結局、マーシャルローしか使ってないです。ここから、じゃあ、ジン使おうかとか、ラス使おうかとか、言い出すと、まあ、20連敗は硬いと思うんで。いや、もうようやくだよね。いい加減早く新しいキャラクター出してほしいですよね。どうせ、課金しないけど。街ですね、相変わらずの街。やるか。なんかね、下手したらもうなんかキャラクター出ないんじゃないかっていう恐れも結構あるんだよね。大丈夫ですかね。Get ready for the next battle. 俺の使いたいキャラクターが出るまではやりたいんだけど、出ずにさ、ゲームが終了しました、サービス終わりますとかって言ったらさ、どうしようかって思うんだよね。俺やってる意味ねえじゃんって話ですよね。はい。ああ、なるほどね。ああ、そうか。投げるっていうのもありか。なるほど。危ない。今俺もね、技出そうで危なかった。どうしてもね、危ないんだよね。はい。おー、ラッキーですね。スライディング出そうと思ったんだけど、暴発じゃないね、コマンドミス。はい、あー、これダメなのか。はい、上げる。あ、上がらねえし、クズすぎるんだけど。こんなんでよくさ、剛健とか言ってられるよね。はい、あー、しまった。マジで、マジか。ご褒美か、サービスか。あー、なるほどね。これ負けるわけにはいかないですね、こんな無敵ばっかり。じゃあ勝てないってことを、叩き込む、叩き込みたい、過去願望と言ってる間だよね。ほら、結局強いのはこのドラゴンテイルなんですけど、俺のね、イメージとしてテイルを使う人はテイルが見えないっていう。危ない。
いけるかな、当たらないこれが強い。いい感じですね。まあでもまあ一応階級的には下、あのね、やっぱ思うことは階級って本当に飾りで、強い人は下だって強いし、弱い人は上だって弱いんですよっていう、そのまあ理由として、俺よくわかんないんだけどさ、これサブアカウント作れるんですよね。で、まあ、それで結局さ、めちゃくちゃ強い人が、じゃあこれからじゃあまたアカウント新しく作ってラースやりますって言ったらボコボコにされるからね。そんなもんなんですよ。まあただ階級がちょっと違いすぎるんで、そういう人とは多分当たらないと思うんだけど、うん、もしかしたら上手い人はもう一回一番上まで行っちゃって、また下から始めてんのかなっていう考えをちょっと最近思うようになりましたが、まあ俺のやることは変わらず殴る蹴るの繰り返しですね。やっぱ怖いのはね、このパワーをガンプリで、このスピリット1と0だけでもかなり違うらしいんですよ。なんでもうこのステータスの人は多分ガチですね。もう殺しにかかってる感じですね。でね、無敵なんて使われたらね、もう無理ですあとはね、一応ね、痛い。じゃあ俺も下段蹴るで、一応なんだろう、多少の戦い方は いい加減ね、慣れてきたつもりなんですけど、まだね、まだ甘いね、自分の中で。踏まれる、あーめ、あ、やっちゃったね。どうしようかな。じゃあドリア違うか。あーうまいんだね。じゃあ通じないかなこれ。もう一回、はい、いきます。あ、もうダメですね、これ。これはもう、もうガチガチですね。ふざけてる感じの人じゃないですね。ちゃんとやってる人ですね。面白いのはね、ちゃんとやってる人ほど、ちゃんとやってるっていうかね、上手い人ほど、下手な人は、食らわない技を食らうんですよ。対策を取れてるんで。面白いんですよね。だから何が入るかで相手が上手いとか下手っていうのが、下手っていうか、まあ俺みたいなね、下手くそか、今みたいな人みたいにね、上手な人かっていうのが分かるんですよね。結構面白いですよ、やってると。上手い人はこれが入るんですよ。もっと上手い人は入んないですけどね。で、あんまり上手くない人はこれね、大体入らないですね。必ずガードして反撃していきます、うん、なぜかとはちょっと言えないんだけど、具体的なちょっと根拠が、うん、うまいから食らう、うまくないから食らわない、おかしいな話ですよね。で、まあそれと逆に、うまくない人が食らう技は、うまい人は食らいません。絶対食らいません。もう対策立ててんでね。もうこれなんかもう当たらないんじゃないかな。がっつりガードしてくるんじゃないかな。もうあとはもう作戦かな。やることねえもんな俺でも。もうパンチ、左パンチほら見て、ここに、あ、危ねえ。今ギリギリ言いそうになってね、俺がね244勝でこれぐらいなのに、この人はもっと上なのに、100勝もしてないですね。おまけに3勝してね、この人。あ、すごいんだな。サブアカかガチかね、初心者であまりにも上手すぎるかっていう感じで。あ、スライディングもさせないか。危ね、あ、危ね、危ね、危ね。うん、俺はね上手くないんだ、ほら。あ、これね、避ける人はね、ガチで、サブしてる、ちゃんとしてるよ。で、特に相打ちには弱い、空振りにも弱い、隙を作ってはいけないマーシャルロー。しかし、あ、あのね、
これね、上手い人に入らないです、今の技は。はい、あー、完璧っすね、もう。あー、俺ちょっと、あー、危ない。ちょっと俺じゃ手も足も出ないかな。はい、はい。ちょっと少しずつね、技変えてみて。あとはもう、じゃあ、上手い人に胸を借りるつもりで、何が入るのかをちょっと研究しよう。今のもしゃがまない。あー、とどめはきちんと下段を入れてくる。危ないビビリ悪し。どうしよう、何入れる。もう動きがおかしいもんね、相手の。ほら見て、わかる。ちょっとね、無理だね。もう俺の集中もね、切れてきてるし。投げよっか。あれ、ちょっと俺が投げたんじゃないの今の。あ、はい、お手上げですLose. 今後はまあこういった形で、殴る蹴るを繰り返されて、ボコボコにされながら、また新しい、作戦、技、まあ、立ち回りとかを探していく作業ですね。格ゲーは作業ゲーですね、うん、何でもそうだね。本当に好きじゃないとね、続けられないよ。好きならいくらでもね、続けられるけど、ただ早く俺は好きなキャラを使いたいです。本当に誰もいないんだよね。 3,4 人ね、好きなキャラいるんだけど、誰一人。お、変わった人ですね。体力ガンフリか。でもね、あのちゃっかりスピリットを上げてくるところをきちんと、勝ちを狙ってるよね。さてどうしよっか。あー、今のはもったいなかったね。ガードできたよね。浴びせ蹴りに対しては何がいいのかな。こんな感じでいいかな。はいはい。結構ね、この2発打ちがね、結構効いたりするんだよね。なんで効くのかは分かんないです俺どこ動いてんの俺あー、惜しかったな。あそこでなんで下段行かなかったかっていうと、この人うまそうだから、ちょっとあまり効かないかなと思って。はい、あー、何が入るの今の。これか、ローキックか。弱すぎんだろう。なんかもっと別の技ないの。あべ、おー、ラッキーラッキー。なぜか入ってる。相打ちは弱いよ。キック、蹴る、スピリット長すぎる。投げちゃう？いいね。投げフィニッシュしちゃったら怒るかな？はい、あ、早い早い早い。痛い痛い痛い。攻めないで。そんだけ体力あるんだからさ、ちょっと余裕見せてくださいよ、マジで。はい。はい。踏む。いいタイミング踏まれる。これキックキック、下段。うわ、ごめんね、下段でダサいけど下段で。次はガード。あ、この人投げてこない。投げてこないのはなんでだろう。俺投げ対策してないよ。違うんだよね。どうしようかな。はい、もう一回もう一回。間に合った。よし、ギリギリ。よし、この辺で一旦キック、しつこく。もう一回キック。よし、当たらない。よしいいですね。楽しいっすね、やっぱり。あの上手な人とやるのはね、本当に楽しいっすね。ただ相手はすごい迷惑だろうけどね。あの俺みたいにめちゃくちゃな動きするからさ、あんまり、うん、作戦という作戦よりも適当にやってるからさ、ようやく慣れてきた感じですかね。まあ上手い人から見たらまだまだ。あ、そうだ、あの前にね、あのなんかよくわかんないんだけど、フレンド登録していただいた方がいるんですよ。あの なぜか俺のラース使わないんですかっていうメッセージとか送ってきてくれた方は、俺の動画を見てくれて
った方なのか、まあ、たまたまだったのかよく分かんないですけど、あの、まあ、キングっていう、あ、見せようかちょっと、これね、このプロレスラーを、使ってた方で、まあ、とにかく強くてね、まあ、ボッコボコにされたんですよ。まあ面白かったね。まあでも辛かったけど面白かった。どうやってんだっけなこれ、なんかね、とあのね、とにかくねこのキャラクターね投げるんですよ。ねどうやってんだったっけな、なんかねこうやって、違うな、無敵をさ、無敵使うじゃん、無敵だって言ってね、わかるでしょ、対策なんてしないんですよ俺。アトラスハンマーこうか、これでやるじゃん、吹っ飛ばすじゃん、で走る全然わかんない。シャイニングウィザードっていうね、なんか走って膝蹴りをねかましてくるやつに必ず俺引っかかるんだよね。ほら見てください、これ全部投げ技ですからね。よいしょ、どうやってんだこれ。あ、こうか、押しっぱなしにしてこうか、はい、おいとかやるんだけど、これをずっとこれコマンドに入れてって、あのバッキバキにしてくるんですよ。これで多分半分以上食らってパワー200とかだったら多分俺は死ぬんですよねきっと。シャイニングドーピートじゃないな、シャイニングビザード、まあいっか、うん、とにかく強くてね、あの方は何だったんですかね、何だったっていうの失礼な、失礼な話じゃない、言い方失礼だけど、うん、ありがとうございます。もしこれ動画見てくれてる人だったら、あなたのおかげでね結構俺分かりました、少し鉄拳のなんたるかが。基本はこれですね、これとこれ、あキングはないのか、左パンチとこのミドルボディーブローですね。まあローに関しては右パンチもうぶっちゃけ結構俺は使っていけるかなと思うんですけど、うん、面白いよ、うん、面白いね続けていける気がするよ。ただ、まあ、トゥームレイダーとベロニカの方がメインですけどね、まあわずかな時間見つけて鉄拳もねやっていくけど、キングの対策はしません。なぜかというと、ご覧ください、これ全部投げ技です。一応投げられた瞬間になんかボタンを押せば一応逃げられるんですけど、あ、こうかね、一応逃げられるんだけど、はい、これね、だいたいね俺これのここから繋いでいく技でだいたい死ぬんですよなんで、じゃあなんで分かってんのになんで対策しないのっていうかっていうと、これが来るんですよ。しゃがんでねパンチとかしようもんならねこれが来るんですよ。もしくはこれお手上げですね。もうキングやめてください、本当に死んでしまいます。ドロップキックとかね、天才じゃないですかね。あ、これシャイニングウィザード、吹っ飛ばされて距離が空いて走ってこれね、勘弁してください。でね、しゃがむときっとこうやってタックルが来たりね、こうやってローキックが来たり、キング強くね、強くね、キング普通に、普通どうやって対策取ればいいんだろう。俺も投げるか、投げられる前に投げるかで投げようとするとこれが来るでしょ、分かってますよ。まあでもね、どんな相手が来てもやることは変わんないですけどね。対して、あ、そうだ、今回ちょっとゲームのね音をね、なんかサラウンドっていうね、なんかハイカラなものにしてみたんだけど、なんか違いあったかな。あ、音楽は結構ちょっと小さくしてるんだけどね、うん、
まあ、この辺りは自分で確認すればいいかな。あ、ちなみにこの合拳っていうのが半分より1個上の段位なんだかな。今21段ぐらいあって、11、12段がこの合拳らしいです。うん、まあ、まだまだですね。世の中的には早く一番上までキャップ解放しろよっていう声もあるんで、もっとね、あのレベルが上がったら俺きっとまたさ、白虎とか、白虎じゃないや、飛竜とかさ、猛虎に戻っちゃうんじゃないかな。いやん。じゃあ今回はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。